あなたの思考はあなたを思うよりもずっと強い。レシピの皆さん、おはようございます。本日皆紹介したいのは、どうして我々の思考は我々は思う以上に強いということですね。自分も前にはあまりこのね、意識しなかった。ずっとネガティブだったんで、そのネガティビティは僕はどこに至ったかというと、なんと、自分の大好きな東京から帰れす、ドイツに帰れされて、そして、その、当初、僕はうつ病になって、うつ病になってからこそ何が起こったかというと、僕は、自殺未遂というのも時にもいたんですけれども、当初僕のコーチがやってきてくれて、僕はそこからを助けてくれたからこそ、僕の自分の使命にしたのは、同じくの700万人の対人恐怖症者を脱出することです。もし現在あなたは対人恐怖症という悩みを抱えている方でしたら、最初こっちの動画をご覧ください。それは多分役に立つかもしれません。それが役に立ったら、直接に僕に話したいなら全然いいです。それは PM か、下の概要欄で自分のウェブサイトがあったので、そこにもコールのスケジューリングも可能です。リシェイプの皆さん、僕はいろんなソーシャルメディアもやっていますので、インスタグラムや TikTok や Facebook や、あと、Twitter や、あとは、なんだっけ、LinkedIn もやってますので、もしよかったらそれすべてをフォローしてください。では、本日をみんな紹介したいのは、一つの実践です。もしあなたは自分の思考はあまり実現、物事を実現するというのはできないというのは、一緒にその実践してみてみましょう。Prepare to fight. では、一旦目を閉じてください。今、これだけをちゃんとイメージしてください。あなたは今、自分の冷蔵庫にいて、でそっから、すごく、じゅわっとしたレモンを取りに行く。でそのレモンを、マネ板で、ちゃんと切って、切って、切って、もう一回半分、もう一回半分切って、じゃあ聞いたら、今はね、一口サイズに切って、で、そこで、このレモンに、一回、ちゃんと噛んで、パクンと噛んで、もっと噛んで、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 でそこから噛んだら、そのすべてのジュースが自分の口に流れてくるというのを想像してください。でそれを噛み終わったら目を開いてください。今あなたは口の中で結構その口つぼ、つぼがあったかどうか、つばがあったかどうか、口の中で水が溜まったかどうか、溜まったの場合は、まあ多分溜まったと思います。溜まったの場合はそれが明らかの、その我々の思考だけで、自分の想像力だけで物事を実現できるというのは事実です。レシピの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、だから明日の動画なんですけれども、自分の金との関係を覆えるというの一問で、明日にみんなにちゃんと紹介したいと思います。もしそれを見たいなら、自分のチャンネルに登録と通信ボタンを押してください。さらに僕はこちらのチャンネルでいろんなものを紹介しますので、だいたい対人恐怖症対策、怠慢対策などを何が使おうかというと、心理学や NLP や、LOA とか、まあ、いろんなものを使ってこういうものをだいたいね対策しますので、かつ Facebook マーケティングもちゃんとしますので、もしよかったら友達にもシェアしてください。LIKE もお願いいたします。そしてその間でこの2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。